はい、こんにちは。日本改革徳沢です。ノーボル様、モールクジジイ様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただき誠にありがとうございます。マコミコ様、岩田様、ご支援とお手紙ありがとうございました。何度もご支援とお手紙いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。私へのお手紙の送り先は動画説明欄もっと見るをクリックしていただくとバババババと開きますので、そちらご参照ください。コラボ会話界隈情報更新、ちょっと少ないんですけどね。今日はパップスの年間通信運搬費と年間光熱費は1から4までの四半期合計と違う見学書いてありました。四半期ずつの光熱費が出てて、足して数字が合わない。さらに、赤字のちっこい、一箇所赤字のマイナス4万8000だかつの、見えますでしょうか？ないお金を払っている。マイナス関係。Oh, it's magic.感じですね。交通費の計画と実績に乖離がありすぎ、第3第四半期の帳尻合わせ感が半端ない。マイナス会計、家賃がバラバラ、異常な光熱費の動き、2600万円の帳尻合わせでツッコミが過労死というですね、大評判を博しておりました。さらにパップス、年間保護人数が3人に対してかかった家賃が600万円食費200万円、全員千代田区で保護してて、全員ギャル曽根並みのフードファイターだったんだろうか。かかりすぎだろ。家賃600万って何、月50万の 3LDK に3人保護してたってことかな。性的搾取に終止符を打ちなんて書いてありますけれども、相談ケースゼロ大きな実績を上げているな。あんなでもコラボが一番まともという噂は本当でした。3月末締め切りの住民監査選挙、コラボパップスボンド若草すべてにぶちかますと予告しておりました暇沢さん、ボロ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 、これはコラボの時は単身でやられたんですけど、今は仲間がおりまして、野生の調査員というあだ名ついてる人らがですね、みんな若草ボンドパップスの会計掘ってますんで、これ情報量が以前とは違うな、ひどい目合うんじゃないかな思っております。パヨなるものの終焉、成田空港、成田国際空港会社所有の空港敷地4600平米を勝手に、なんて読むんだろうこれ、市東高尾市東高尾わかんねえ、読めねえ。72歳が工作し、空港反対同盟がこれまた勝手に設置した矢倉と看板を警察が地裁命令で強制撤去、現場に飛び交う恥を知れ、どっちがだ、土地は渡さないぞの怒号、なんでだ、お前に土地じゃないよ笑っちゃいますね。これがそうらしいんですけど、まあそうと夜中に行ったみたいなんですけども、三里塚闘争ってまだやってたんだ、成田闘争ってまだやってたんか。びっくりしちゃいますね。ネットの話、まだやってたんだ、なんで変なヘルメットかぶってんの、反射とすぐ分かるようにあれがかっこいいとか思ってんだろうか、何がしたかったのか、青春じゃね、老人の思い出作り、闘争するために逃走してただけ、そんな人生でよかったのか。パ、成田空港は寝とうよ、成田がハブ空港になれなかった最大の原因、こいつらの目的は成田を潰して、陣川をハブ空港として需要を伸ばすためと、そんな狙いがあったのか、それともわけもわからず反対しているうちに結果的にそうなっちゃったのか。空港はですね、即時軍事利用できるために、日本の国防力が上がることと国際空港として日本の株が上がることを良しとしないソ連当時、中国、韓国、北朝鮮がバカパイを操って、妨害しておりました。成田反対、途中ソ連が崩壊し主役は中韓北になったんですけれども、バカパイの目的ですね、革命的外観誘致主義、無抵抗で降伏し命ばかりはお助けを、できたら日本人を監督する役をくださいっていうのがバカパヤの目的ですね。それやったウイグルチベットの人らは今死ぬより辛い目に遭ってる。それ見て何にも感じないのかな。そこがバカなゆえんだよな、バカパヤはな。革命ごっこしてるうちに年取っちゃって取り返しのつかない人生になってしまいましたな。
なんとかさん72歳もね、基地反対もフェミも LGBT も、パヨが目つけと内容が変質するんですよね。日本と日本人にとって有害なパヨなるものに、変化すると、乗っ取る。フェミももともとはね、私らも甘えないから権利をくれっていう、まあ、あのまともな運動だったんですよ。私らもあのバスの運転手でも土方でも何でもいいから権利をちょうだい、出世もできるようにしてちょうだい、いうのが本来のフェミ、始まった頃のフェミ。これがあのバカポヤが乗っ取ると、目つけて乗っ取ると、変なものに男女分断を図ったり、恋愛を妨害したり、結婚を阻止したり、出産すんなって言ってみたり、文化破壊を目指したりっていう風になってしまいます。パヨなるもの終焉2、朝日新聞社論座終了、7月まで、1995年創刊、2008年廃刊。これ元は紙の雑誌だったそうでございます。以後はウェブ論座で、ネット上で生き残り、約2万本のパヨ記事を世に排泄しておりました。7月にこのウェブ論座もなくなると、ネットの話、マジざま、確実に痩せ細っていくな。ウェブトンザ、正論に負けたな、終わりの始まり、知らんけど逃げたの、赤の機関紙、バカが書いてバカが言ってバカが読むどんなもんかと見に行ったら、トップがいきなり安倍が記事で笑った。新しいゴミサイト始めんなよ。パヨ読者は数少ないから、それで選挙でも負け続け。朝日新聞が順調に弱ってて、誠に喜ばしいことであります。私が生きてるうちに朝日新聞の終焉が見たいな。こいつら、主要執筆者がこいつらだったそうでます。知ってる名前だけ、ちょっと読み上げますと、勝部元気、こんぴら、重則、加山里香、木村壮太、倉持凛太、古賀重明、菅直中、海門、浜典子、古谷常平、保坂って世田谷区長じゃなかった、細野、三浦瑠璃、森永拓郎、山口二郎、米山、あとわかんねえな。知ってる名前もあるが、知らない名前もあります。朝日新聞論座に執筆を頼まれて載せてもらえる、イコール関わってはいけない話が通じないとってことでいいっすかね。皆さんもこいつらの名前見かけたら眉につばしてください。そんでね、内容を信じてはいけません、こいつら。なんつったって論座に記事が載るような連中なんですから。防衛イコール無抵抗降伏の違う概念を違う言語で書いております。そしてその概念と言語を使う人は年々減る一方、だから論座が頓挫したと。パヨが言うほど数が多かったら選挙負けないでしょ。パヨは俺らが世の中のメジャーだぐらい言いますけれども、嘘です。そんなの選挙で負けるはずがない。そうしたら安倍総理の岸信千世が影絵図公表、パヨ逆上、しがみついて援助させ、事なき彼の講演会が記事削除。逆上したパヨの中には立憲議員もおりました。田島麻衣子立憲参議、政治家としての政策よりも影絵図を前に政治家にこの国をよくできると思えない。ネットの話、戸籍反対派かな、家系図出せない候補よりよっぽどいいですあいつらは検討コンプレックスなんすよ。堂々と出自を示せる者への嫉妬、戸籍も定かでない議員よりいいですね。立候補者の戸籍開示を義務に、家系図見せろとは言わないが外国籍は勘弁して、5代前の靴沢九太郎さんまで戸籍開示している私、これが立候補者の当然のムーブメントになったら困る連中が逆上してんでしょ。って投稿したら結構受けました。それに寄せられた反応であります。そういうことか、納得、分かりやすい、スパイ炙り出し、やっぱりな、分かりやすい。戸籍公開義務付けはグッドアイディア、今後は DNA も開示でみんな出そう。ということで、義務化しなくてもですね、多くの立候補者が戸籍公表すればパヨがストレスかかってですね、免疫落ちるんで、実際受けもいいし、私もやりましたけど、山村俊介さん、山本俊介さん、愛知県知事候補もやってですね、受けが良かったであります。ということでですね、今はリアルのその支援者とかですね、名簿持ってるとか有権者の、
自民党員の党員様であるとか、そういうリアルな方も大事ですから、ネットでの受けも、ありますんで、選挙にマイナスありません、戸籍公開したところで。なので日本改革党支部長さんは可能な人は戸籍公開おすすめであります。ちょっと平日役所行けねえなーなんて人はまあ構いませんけれども、できる人は取り寄せて、これね引っ越してるとめんどくさいんだよな、間に合わないかもしんないな、なんか引っ越してるとその役所にお手紙出してありますか、送ってくれませんかみたいな、アナログなやり取りしなくちゃいけないんで、まあ先祖がですねずっとずっとその場所に住んでる人は楽です、一箇所で、取れます。ですけれどもそんな人もめったにいないんで、まあ時間的に余裕かどうかわかんないですけど、日本改革党支部長さんは可能な限り戸籍謄本取り寄せて公開した方が受けるで、私は参院選に間に合わせるように、やりましたけれども、おすすめします。頭本割る岸田総理労働移動での円滑化のため自己都合で離職した場合の失業給付のあり方を見直す新しい資本主義実現会議で発言、あったなそんなの新しい資本主義なんなのってみんな首かしげてて、岸田もなんか説明できなかったんですけど、でねその失業給付金のあり方を見直すことを官僚に6月までにアイデア持ってこい、なんと岸田自身のアイデアはねえんじゃねえか、ただいお題目言ってるだけなんてことがバレてしまいました。本当に頭悪いんだな。ネットの話、離職は大体自己都合だろ、これは減額もしか出さないようになるの、会社が認めなきゃ全部自己都合だろ、辞めろと言われて辞めたら自己都合、これでなんで円滑化になるんだ、手軽に辞めても大丈夫って意味ならよしと。現在はですね自己都合退職の場合退職後3ヶ月経ってから給付が開始されるんだって、なんでそんな遅いんだ、なんで次の就職先が決まっているとか3ヶ月分生活費貯金あるとかじゃないとなかなか転職に踏み切れないっていう欠陥が、それもこれも3ヶ月後から上げますっていうバカな制度の、おかげですね。これは退職後すぐもらえるとかにすれば、まあ、評価しますけどね。辞職に、心の心理面でのハードルが低くなる、マイナンバーカードと口座を紐付けしている人に限る、でもまあいいですね。退職には3種類あります。積極的退職、給料アップやスキルアップのため他に移る、もしくは子供の頃からやりたい仕事だったに移る、積極的。消極的退職、会社の給料や労働時間など待遇に不満がある、嫌なやつがいて人間関係で、ストレスだあで辞める、消極的退職。離脱、病気になっちゃったりメンタル崩壊したり、何らかの理由でそこで働けなくなる、例えば親が倒れちゃって介護しなくちゃいけないみたいな、そういうやつ離脱って言います。人材の移動が盛んなれば低下する労働組合の価値、まあ今でも組合員の待遇に全然関係ねえね、救助を守れであるとか半原発であるとかバカやってて存在価値ないんですけどね、待遇に不満があれば労働組合に頼らず転職すればって世の中になったらですね、労働組合が滅びていいですね、どうせろくなことやってねえしね、これもパヨなるものの終焉の一部になるんだろうか。各地区の電気代値上げの数字が出揃いました。こちらの図テレビ報道されてあります。東電6月から 28.6% 上がります。北電、北海道電力6月から 32.2% 上がります。東北電力4月から 31.7% 上がります。北陸電力4月から 42.7% 上がります。結構だ、4割上がる、結構すごいなこれ。四国4月から 27.9%、 中部4月から 29.9%、 沖縄4月から 39.3%、
ここも4割ですね。関西電力と九州電力は、うちは原発動かしてるんで 0% 値上げありません。ネットの反応、電気代払えないとも出てくんでは。現状で月10万超えのご家庭があります。つまり原発反対賛成で電気代上がる。東電は新潟の原発移動再稼働しろ。玄海と河内、仙台って読むのかな、が動いててよかった。仙台かな、河内かな。玄海は玄海としか読まないですよね。仙台、河内、給料上がらないのにどうしろって感じ。反原発のせいで我々のもう苦しむのは理不尽っすね。反対の声に負けて動かせない自民も動画しているような、生きとったんか我れ状態の枝野幸男、いたんかまだお前。防衛費2倍の深刻な事態ならば攻撃に弱い原発を早く止めよ。衆参予算委員会で発言しておりまして、空気読まないなこいつは、呆れられておりました。電気代上がってる時によく言うな。止めたって攻撃されたら同じでしょ。これね、止めたってその状態だったら攻撃されても一緒だって。中の核燃料抜いてどっかね、移動してもしない限り同じだって。こいつのくぐもった声を聞くだけで気分が悪い。こいつに値上がり分を払わせたい。なんでこんなバカが俺より高い給料なの。反原発反対派の黒幕、安い電気量で日本が発展するのが嫌。核研究継続で核融合爆弾とか作られちゃったらどうしよう。うちの原油の値段下がっちゃうだろ。もし世界一安い電気料金を実現できたらですね、世界中の工場が日本にできます、作られます。特にめっちゃね、電気使う鉄鋼や各種製造業は一番電気量安いとこに来ると思います。日本に GM とフォードとハーレーの工場なんかできたら、米国のですね、日本防衛の動機マシマシになりますよね。これ守んないとやべえよな。これは安保にも直結するんですよ、電気料金っていうの。原発動かすってことなの。だからパヨを操ってですね、原発に反対してるんですよ。日本を敵視している国々が。我々も苦しむが、バカパヨも高い電気料金で苦しむといいですね。で、払い金になって、電気止められて、後悔しないんだな、これが。バカパヨは。バカだから。まあ仕方ないですね。というわけで、メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録くださり、毎日届くメールを月額990円でお買い上げいただき、日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。